はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルフィッシュです。今回はパートバイアンを現代語と日本プレイの続きをやっていきたいと思います。では早速続きをプレイしていきましょう。時間を進めていきます。ちょうどこの動画皆さんお見せできる頃にはタイの方にね、遊びに行っていましてというところで、今回タイの方はですね、5泊6日で来てます。で、ゴールデンウィーク、基本的に前後半という形になってると思うんですけど、前半が28、29、30なのかな。で、後半が3から始まる、5月の3日から始まるっていう形になると思うんですけど、前半はね、土日月と、ちょうど奥さんも土日月お休みだったので、上海のディズニーランドの方に遊びに行ってきましたと。というところで、後半はね、2日から5泊6日でタイの方に遊びに来ています。で、ツイッターとかね、ずっと前から動画見ていただいてる方とかはご存知かもしれないんですけど、一緒にこのチャンネル運営してるミカミックスと、タイに昔はよく遊びに来たんですけど、ミカミックスに彼女ができてからはですね、なかなか一緒にタイに行ってくれなかったんですが、いいのか悪いのか、本人にとっては多分悪いことだと思うんですけど、ミカミックスがね、彼女さんとお別れされたということで、きっとまた一緒にタイに遊びに行ってくれるんじゃないかなというふうに期待はしてるんですけど、今回はね、また一人で来てますんで、次回以降またミカミックスを誘ってみたいなと思いますので、またそのミカミックスのタイ旅が実現したらね、その様子も何かしらの形でお届けできたらいいかなというふうには思っています。なので、今回はね、タイの方に遊びに来てますという中、動画の収録が相変わらず遅くて、楽しみに待っていただいている方がもしいらっしゃったら申し訳ないなと思うんですけども、ゴールデンウィーク明け以降も頑張っていきたいなと思いますので、引き続き応援よろしくお願いいたしますっていうね、なんか終わりそうな雰囲気なんですが、まだ始まったばっかりなんで、これからやっていきましょう。でね、結構やっぱりね、毎月タイに遊びに行くっていうのを今年はやってるんですけど、そんなことをしつつ、車も欲しいなというところで、なかなかね、家計が苦しいなっていうところはあるんですけど、車はですね、学生の頃ね、バイトをじゃかじゃかして、大学生の頃ですね。その時に、ローバーのミニクーパー。それをね、当時はね、60万円ぐらいだったと、65万とかだったかなと思うんですが、を買ったんですけど、それが就職した時に売ったんですよ。で、またね、それを買い戻したいなというふうに思ってまして、ローバーのミニクーパーってもう、新しい BMW のミニクーパーに完全にモデルチェンジされていて、そもそも2000年か2001年かを最後に生産はされていないものなので、もう中古で、しかも20年落ちとかのものを買わなきゃいけないんですけど、値段はでもピンキリなんですよね。50万円台のものがあれば、フルカスタムしていて、さらにエンジンとかね、もろもろ、カスタムされていて、状態も良くて、レストアもされていてとかってなってくると、300万、400万とかっていうものが出てくるんですけど、大体100万円前後の安いものでいいので欲しいなと。特にね、車が絶対必要な環境で住んでいるわけではないんですけど、あったらあったで便利だし、ただ、当然、購入の費用と、あとは駐車場とかを含めた運用のコストですね。考えてね、ちょっと奥さんと今交渉中です。一応、1年、2年以内を目標に買いたいなというところで頑張ってます。で、だいぶ余談が長くなってしまいましたが、この現代モード日本プレイの基本的な戦略に関しては、ここまで何度かお話してきていると思うんですけれども、まずはフィリピンの攻略。で、フィリピンの攻略のために、大久保間、いわゆる空母の建造を急いでいるという状況です。では、空母はあとどれくらいでできるか確認しておきましょう。空母が、今、年に 1.7 建造できるというところで、だいたい4分の1ぐらいは進んできているので、あと、おおよそですけど9ヶ月後ぐらい、年内に建造ができるかどうか、
ちょっと微妙かなというところですかね。で、今、ちょうど海軍の造船所が1個できましたけど、海軍の造船所はだいぶ作っていっているので、海軍の造船所をね、この航空母艦に割り当てていって、ちょっとでも母艦の建造を早めていきたいなというふうには思っています。そうするとちょっと建設系をやっていきますか。まずは今言っていた造船所ですね。これはさらに作っていきましょう。で、民需工場、軍需工場。すいません。このあたりもね、入れていきましょう。で、民需工場、軍需工場もそれぞれ作っていくというところですね。で、第5世代のマルチロール機がテクノロジーリフレッシュがかけられるので、かけていきます。で、研究枠も使えるので、枠を使っていきましょう。第5世代の、マルチロール改良型作ったので、今度は第 5.5 世代になるのか、ただここまで行くと、ご覧の通り、研究に対してペナルティが大きすぎますね。今、2018年に対して2020年のものをやっていこうとすると、ペナルティが大きすぎるので、遠慮したいな。となれば、これがまだね、研究終わってないので、三菱の A の 10J、10J かな、これを作っていきましょう。これで、母艦に搭載可能な航空機としては最終世代になるのかな、このモッドだと。このあたりもね、モッドをさらに進められたりするといいのかなとは思うんですけど。まあ自分ではそういう技術もないのでできないんですが、アップデートされて航空母艦に搭載可能な艦載機がさらに増えてくると嬉しいなというところですよね。今だとざっと見ちゃいましたけど、この2004年の三菱 A10J が最後になってしまっていて、この先進まないんですよね。なんか解禁の要素とかがあればいいんですけど、多分ね、そういう要件もないんじゃないかなと思うんだよな。一応見ときますか。解禁されますみたいなのがあるかもしれないな。航空計画でしょ。警告機、これ解禁されるってわけじゃないもんね。あくまでも研究ボーナスがつくっていうものなんで。うん。そうですね。で、せっかく今国家方針見てるので、今海上部隊の訓練に入っています。この後海上競技学校に入ったら日本の未来を解禁していこう。で、そしたら、今度は、二者択一の国家方針の選択を迫られるんですが、防衛戦略に進むのか、攻撃戦略に進むのか。で、ちなみに、防衛戦略の方を見ておくと、一旦時間止めちゃいましょう。ここで政治力が溜まったので、政治力を惜しみなく使っていきます。空軍参謀ですね。どうしようかな。近接航空支援。これはそれぞれ 2% の攻撃、防御、機動力のボーナスがつきますという近接航空支援。続いて、全天候型。これは悪天候のペナルティがマイナス 10% か。で、空軍改革。経験値がプラス 5% になります。これも嬉しいですよね。あとは航空事故の確率マイナス 6% が入る空の安全で、夜間作戦のペナルティがマイナス 10% で、主球班、これは政治力を得る代わりに経験値が減りますという内容ですね。これはどうだろうな。近接航空支援をする状態に今すぐにはないので、そうなると
全天候型か夜間作戦かどっちか。ここは全天候型にしておきたいな。ただ今すぐこれが必要かというと戦時中ではないので、一旦放置をしておいて、その他得られるものが大きいものがいいよな。そうなると、今今だとどうなんでしょうね。いろんな戦い入れて、ちょっとでも、ドクトリンの、あるいは、海、陸海空のいずれかのものを入れておく。そうすると、海下の理論化を入れておこう。これで研究ボーナスがつきますからね。今ちょうど、研究でいうところの、空母作戦が入ってるので、これが短くなるのはありがたいですからね。じゃあ、ちょっと国家方針の方に戻りましょう。で、防衛戦略を選んだ場合は、要塞への集中計画か、もしくは、台湾、カンボジア、インドネシアとの信頼度をプラス25にしてくれるということか。で、台湾と友好化して、韓国と友好化して、東アジア同盟を結ぶと。これが現実的な路線かな。ちなみに、攻撃戦略を取った場合、民主的国家にするか、人民の国家にするか。で、兵の国会にするかか。なんとも言えないな。で、介入主義にした場合ですね。朝鮮統一、中華統一という流れ。で、人民の国会にした場合は、旭旗のように行くわけだな。大同盟の道を選びますか。アメリカにするか、要塞列島にするか、あるいはアメリカと同盟を結ぶかというところなんですけどね。ここは既定路線としては、今話していた防衛戦略を取っていきたいなと思います。まだちょっとね、先の話にはなってしまうかなと思いますが、基本的な進め方としてはそんな形になりますね。第一艦隊の方は潜水艦が増強されてますね。これがミサイル巡洋艦の3になりますけど、どうなんでしょうね、この基本性能値を見ておくと。当然、ミサイルによる攻撃がメインになる、艦首になると思うんですが、艦砲火力、これが22、射程距離が27。で、艦の方はというと、脱獄事件ですね。悪名高い殺人犯と児童性的虐待犯が最近、私たちの国家刑務所から逃げ出しました。地方の市民はパニックに陥っていた。これは大捜査をしておくべきじゃない。もしくは刑務所の質も改善すれば。刑務所のシステム改善する、政治力をちょっと使っちゃうけど、ちょうどたまりましたからね。
空間をちょっと見たい。で、艦砲火力が10、射程が22、やっぱり駆逐艦とミサイル巡洋艦だと差が大きいんだな。こうやって見るとね、今、駆逐艦を見てますけど。お、海上部隊の訓練ができた。そしたら、ちょうど今、戦艦の軍艦かな。性能、スペック、パラメータを見ているところではありましたが、一旦これを置いておいて、ましょうというところで、その前の海軍の競技学校、これをやっていきます。近づいてきましたね、目的としているところに。じゃあまた、続きですね。それぞれのスペック値をまた見ていきましょう。ミサイル巡洋艦をベースに見ていくのがいいのかなと思います。ミサイル巡洋艦ですね。あ、ちょうどゴールベットの5が入ってきてるね。ちょっとこれも見ちゃいますか。ああ、艦砲火力が駆逐艦との差でもだいぶ大きいんだな。まあ、コルベットに関して言うと巡視船に近いぐらいの能力値だと思った方がいいのかもしれないですね。駆逐艦の2だったと思うんですけど、研究レベルがね、駆逐艦の研究レベル2の艦砲火力が10だったと思うんですが、それと比較しても半分以下。しかもこっちは5まで研究が進んでいるんですが、それでもそういう形ですからね。まあ、イメージとしてはどっちかっていうと駆逐艦に近い艦種かなと思ってたんですけど、きっと艦種で順で言うと今だとね、コルベットがあって、フリゲート艦があって、駆逐艦っていう、まあ、序列っていうんですかね、まあ、艦種なので、序列は一概につけづらいところだと思うんですけど、かなと思ってたんですが、これ、駆逐艦とコルベットの間、結構、能力的な差はありますね。フリゲート艦は今、新しく研究を進めたり、あるいは、建造したりっていうのはしていないんですけど、そうなると、数で押したいときはコルベット。で、まあ、汎用的に使いやすいのが駆逐艦。で、攻撃特化型のミサイル巡洋艦というところですかね。もう戦艦っていう艦種がそもそもなくなってますからね。この研究枠を見ていただければ分かりやすいと思うんですけど、今あるのが、まあ、ちょっとざっと見ていっちゃいますが、まずコルベット、今見てもらったものですね。さらにフリゲート艦で駆逐艦として、第二次世界大戦期だと、ここで軽巡洋艦だったり、重巡洋艦だったりっていうようなものがあって、さらに戦艦っていうもの、まあ有名どころで言うとヤマトとかあったと思うんですが、そこに航空母艦が入ってくるというところだったと思うんですけど、今ざーっと見ていただいた通り、もうそもそも空母っていう概念のもとに戦艦がなくなってますからね。生産のラインのもちょっと指導したいんですが、そうか、今野戦砲を作ってるんだよな。ちょっともったいなかったよな。研究枠のところで確か今大量型の対空砲に行っちゃってるんだよね。これ野戦砲の方に切り替えよう。これ研究枠使っちゃうのもったいないけど、野戦砲対空砲を間違って作っちゃったのはかなりロスだな。じゃあまた造船所できたね。造船所を母艦の方に突っ込んでいきます。じゃあやっぱり海軍の造船所の建造速度プラス 30% がつくボーナスがかなり効いてますね。こうやって見ていくとなんかサクサク作られていっているなっていう印象がありますけど、
東京出場率が上がりましたというところですね。じゃあ、研究を進めていきましょう。ちょっと本当にこのね、改良型野戦法がもったいなかったなーっていうのがね、残念ですけど。今、生産のラインを見ておくと、対空はないもんね、対空砲は。ずらーっと見ていきますが、野戦砲だもんね。原式の野戦砲。あ、ちょっと待って、対空砲も作ってるじゃん、ちゃんと。わー、ちょっとこういうところちゃんと確認しないまま、ガリガリ進めちゃってるのは良くないな。こういうところでロスっていると、勝てる戦争も勝てなくなっちゃいますね。慎重に。入れていきましょう。いや、マカオ、香港もしばらく行ってないなぁ。まあ、香港は、大津さんとディズニーランド旅行には行くんですけどね。マカオはもう、ほんとしばらく行ってないなぁ。できればマカオは、年内目標に訪問したいですね。空母が半分まで来ましたね。あとだから半年ぐらいになるかな。やっぱり年内に一応検討は間に合いそうな要請には
潜水艦とミサイル巡洋艦の3が2隻体制になったか。これそうすると今後第一艦隊を主力艦隊にするという意味で言うと、この第一艦隊によるフリゲート艦あるいは駆逐艦にミサイル巡洋艦を加えて、さらに、空母を建造された空母を入れて第一艦隊を主力艦として派遣していくっていうのが良さそうですね。で、フィリピン近海を完全に制圧したら、その空母からの艦載機による支援を受けつつ、マニラに向けて強襲上陸をかけていく。で、マニラを取った後はカンボジアですね。で、この時弊害になる可能性のある国家方針のとこなんですが、今だと日本の未来に到達した後は防衛戦略を取って、友好を通じた防衛、ここに入っていきます。ただここでカンボジアとの、まあ、いわゆる友好を上げていくので、カンボジアを攻略するっていう目標にするかどうかはちょっと考えものですね。じゃあちょっとまたここで造船所が出来上がってるので、造船所を母艦の建造に突っ込んでいきましょう。で、それに伴って資源が足りなくなっているのがあるので、クロムですね。クロムの輸入量を調整していきます。で、インシナとの同盟にするとどうなの。これベトナム、ラオス、カンボジアか。最終目標はそうなるとどうなんでしょうね。やっぱり中国になるのかな。まあ、フィリピンは取るにしても、カンボジア、ラオス、ベトナムあたりは東アジア同盟にした場合、攻略目標にはなり得ないということが分かりましたね。となると、この広大な中力、中国に対して東アジア同盟のもと攻撃をかけていく形だな。ただその時忘れちゃいけないのが、まあ、モンゴルもそうだし、ミャンマーとかインド、この辺りをしっかりと陣営に引き込めるかどうかっていうのが、その対中国戦の生命線になりそうですね。で、その時にはやっぱり日本近海にもある程度軍を配備しておかないとちょっと危ないって感じなのかな。では軍需工場が開きましたので、軍需工場に対して野戦砲を入れておく。野戦砲はいらない。研究はここに使っていくところ、ちょっと考えものだな。じゃあ政治力を使っていきましょう。民主工場の建設速度がプラス 5% 入るか、もしくは電気産業の方を見ておくと、研究時間の使用時間がマイナス1%か。微妙だな。ちょっとと悩ましいところになりますね。消火器の研究を入れていきたいので、それを採用しちゃいましょう。
これで研究枠で消火器、まあ、歩兵装備を入れたのでしばらくはこの状態ででしょうかな。おっと、いいね。ここでドクトリンも積みましたね。海軍ドクトリンもこれ先に進めていきます。で、航空母艦の2が入るのか。ただ2にいきなり変えて航空母艦の建造が遅れるっていうのはちょっと微妙なので考えないですね。はい、ではちょっと今回海戦までいかなかったし、次回も海戦までたどり着けるかちょっと微妙な状況ではあるんですが、見放さないでね、応援していただければと思います。できればね、時間がたっぷり取れるようになってきたら、継続の決断とかやってた時はね、一大イベント、例えばハワイの攻略戦、あとはアメリカ本土攻略戦、このあたりが始まるときは2時間スペシャルというような形でかなり時間を使って、プレイの方して収録を行ったんですが、ちょっとそういう機会を今後また模索していきたいなというふうには思ってますので、ぜひぜひ皆さん今後も見捨てずにアドバイス等をいただければ嬉しいなと思います。で、アドバイス、あとはお気づきの点等があればですね、動画のコメント欄、もしくは、ツイッターもですね、そっちの方でお寄せいただければ確認をしていきたいなと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。で、ツイッターの、リンクの方はですね、動画の概要欄の方に貼ってありますので、そちらもぜひ参照していただければ嬉しいなというふうに思います。で、最後、どさくさに紛れて、日本の未来を入れておきましたので、次回はこの続きからプレイをしていきたいと思います。ちょっとアメリカの軍事支援が入ってますね。ここを入れておきましょうというところで、本当に時間を止めていきましょう。この後ね、アメリカとの軍事同盟を結ばずに、東アジア同盟の方に向かっていくので、まあ、微妙といえば微妙なんですが。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。